こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。転売で給料をもらう意味が分かりません。分かりやすくパート労働と転売の違いを教えてください、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。この動画ですね、視聴者様から、質問ありますし、ぜひね、こちら回答させていただきます。まずこちらですね。こちらをですね、見ていただくと分かるんですね。まずですね、パート労働。これはですね、こちらに書いてある通りなんですけど、仕事場へ行きます。で、時間ですね。残業もある場合もあるんですけど、で、給料をもらいます。で、この給料なんですけど、時給計算ですね。時給1000円とかね。時給1000円で8時間8000円とかね。残業をやると1.25倍なので、1250円とか。加算されていくんですけど、給料をもらうというのはですね、時給計算で働いた分だけもらうっていうふうにね、考えていただければいいかと思うんですよね。で、2番のこう転売ですね。こう転売ビジネスはからどうなるかっていう話なんですけど、まずですね、転売ビジネスを行います。で、売れる商品がね、見つかりますね。そうするとね、それをですね、どん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 売るんですよ。で、例えばですね、1つ売れる商品をですね、1万円とするじゃないですか。で、1万円を1ヶ月にですね、売るとしますよね。そうするとですね、もう20万いってしまうんですよね。20個売れてしまうと。っていうことが現実にあります。で、売れた分ですね、売れた分のうちの報酬、これが給料なんですよね。で、どこが違うかと言いますと、こちらはですね、やればやるとお金なんですよ。で、こちらは頑張っても給料で決められてしまいます。ですね。ここがですね、労働と転売ビジネスの違いですね。これをぜひ把握していただければいいかと思うんですね。ここですね、書いてあると思うんですけど、ビジネス、ネットビジネスはですね、初めはですね、非常に難しいんですよね。稼げないですよ、正直。で、それをですね、いろいろやってですね、稼げるようになりますと、売れるようになります。ですので、ぜひね、パート労働で働いている、主婦の方とか、たまに質問が来るんですけど、もうやりたくないと。もう人と会う仕事は嫌だって方も結構いると思うんです。そういった場合はですね、ぜひね、転売ビジネスをやっていただければね、まず安定します、収入がね。で、投資ですね、FX はそういったふうな投資をやるとですね、安定しないので資産を失ってしまいます。転売ビジネスはですね、コツコツですが、伸びます、正直。私はそうなので、ぜひね、こういったパートロードしたくないって方は、ぜひね、その片手間で転売ビジネスをね、勉強していただければいいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル。10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。2キロのスタンプお願いします。あと、YouTube か質問一切受け付けてません。LINE と登録によろしくお願いします。本日は、それを見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。